2012年京都市長選挙は日本の地方自治体である京都市の執行機関である京都市長を選出するために行われた選挙で2012年2月5日に投票が行われた京都市長の任期4年が満了したことに伴って実施された4年前の市長選挙で初当選した角川大作市長による姿勢に対する評価のみならず 前年2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震による震災と福島第一原子力発電所事故を教訓に都市基盤整備や都市防災をどう進めるのか地方文献を踏まえた都市制度のあり方を問う選挙となった。また前年11月の大阪ダブル選挙後発の大型地方選挙となるだけに直送選挙の前哨戦としても注目された。 現職で再選を目指す角川と前回市長選挙にも立候補した弁護士の中村和夫による一騎打ちとなった選挙の結果現職の角川が再選を果たした立候補を届け出たのは現職の角川大作と新人の中村和夫の二人である両者とも無所属であるが角川を民主党や自由民主党及び公明党などが与野党愛のりで押し中村を 日本共産党が推す、非共産対共産の構図となった。地域政党である、京都党は、当初、独自候補の擁立を目指していたが、擁立作業が難航し、結局見送ることになった。市長選挙では、現職の門川市長による姿勢に対する評価だけで、なく、都市基盤整備や災害対策及び、原発問題も、争点となった。市の一部行政区が、 福井県にある関西電力大井原子力発電所から30キロ圏内に位置するため中村、角川両候補とも原子力災害を想定した防災計画策定や放射線監視体制強化を訴えた。特に中村は選挙公約州の最大の目玉として脱原発宣言の発信、国と電力会社に脱原発を迫ることを掲げ、 選挙戦でも脱原発運動に取り組む俳優の山本太郎を招くなど脱原発を積極的に訴えた。2月5日の投開票の結果、現職の角川市長が中村を破って再選を果たした。投票率は前回1%ほど下回り過去4番目に低い投票率となった。なお、東山区では前々回から、上京区では前回から、 電子投票が導入され、今回も実施している。ありがとうございます。